こんにちは、土の子です。今日は8月23日、バチドルセンター今日の入荷はマリオ特集。実は一番人気の台って、日本もアメリカもヨーロッパもマリオなんすよ。昨日安倍総理もマリオになってたよね。日本とヨーロッパの一番人気はこの台、ソフトが始まるバッチですね。あー、確かにマリオたち大集合の起動バッチ良かったもんね。アメリカの一番人気はこの台、マリオワールドのファイアマリオス。へー、ファイアマリオが人気なんだ。この台は意外っすかね、日本でもかなり人気なんすよ。へえ。じゃあ今日も無料プレイ、今日何プレイかな。今日は難しいぜ、予想が2もありえる。よし、さあ今日はこのスティックでやっていこうか。昨日練習台でできたやつでね、ヨーメン君が奥に行けば行くほど止めた時にね、滑る距離が長いって教えてくれてるので、ちょっと感覚をね、もう一回しっかりつかまなきゃいけないな。さあまずは右から打っていきましょう。グリッと、よし。さあもう次ぐらいから難しいからね。ほい、よし、いい感じ。さああと2手でいけるかな。はい、まず3枚ゲット。おしゃれプレイは練習台の後で。さあ今日の練習台は、すごく懐いたイーブ、夜にレベルアップさせるとブラッキーに進化。じゃあ練習スタート。へえ。さあこれ取り方は財産が教えてくれてます。まず左から2番目を掴む形、よいしょ、右側弾いて、あららららら、おっとっとと、ほほう、次は箱取っていこうか。ほい、どうだどうだどうだ、あら、そっち行っちゃうの、手数かかっちゃうなこれ。奥を、ほい、闇カラスを取ってきます。はい、最初の展開が肝心だね。どうだ、これなんだろうなんかタコの足みたいに見えるけど、下が木じゃわからない。あ、これがブラッキー、もしかして。はい、7枚でした。5プレイでコンプだったね。さあこあたり来ないかな。ペイ、1プレイ無料。さあこっから格段にね、難しくなっていきますね。いきましょう。ハンバーガーを見せてあげる、落としていく。ラピュタの雷を。何、嘘でしょマジで。なんであそこで失敗するの。嘘だろう。おしゃれプレイいっちゃうよ。難易度高すぎね。さあ行きましょう。集中。ほい、うわ、頼む、ずれて、よし、危ねえ、ビビった。あのスレスレ狙わないといけないの難しすぎるよ。そしてラストいきます。はい、あー、しまった。あー、よかったよかったよかった。ちょっとおまけしてくれたみたいな感じだね。なんとか5手でコンプすることできました。さあ残り3手、これ取っていきたいね。まずはこの上を掴んでいかないと。あ、しまった、大丈夫か。うわ、やっちゃった。ちょっとノリ付けをね、あの幽霊のノリ付けを外したかったんだけど、それを失敗してしまったなうわ、これどうしたらいい。ノリ付けを外さないとまず絶対取れないよね。なのでノリ付けは外さないといけない。また同じことやってるな。のり付けは外さないといけない。
うわーもう絶望的じゃん。いや難しいね、ほんとこれもうめちゃめちゃ手数ないとダメかもしれない。弾いて上のバッチャ弾いて、はい弾いてワンチャンないか。こうなんか思いっきりバカ力でグイッといくかなと思ったけどダメでした。はい、今日はフック台はなんとかねコンプすることできました。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。デスクには書類の山、どんどん積まれていく仕事の恐怖。枯山水のバッジを横から見た書類に、この発想力はマジリスペクトっす。これ何のバッジだろう、こんなリアルな人いたっけ。なんかとても忙しそうだけど楽しそうにしてるね。はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日はね練習台でまだやってないポケモンの箱台ブラッキー台来たんですけど、なかなかうまくいったようで5プレイかかって手数かかっちゃうね。そして本番台はちょっとね難しめシビアなフック台やったんですけど、なんとか1回失敗の5プレイでコンプ。でもね5プレイでコンプしたら3手しか余らないので、まあ他の台がね全然できず、途中の台をやってみたんですけど、やっぱりあれもね手数もっとないとあの場所のバッジはねちょっと取れないなっていう感じがしました。残ってる台がねなかなか難易度高い台ばっかりですけど、また明日もね楽しくバッジ取っていこうと思って、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。